十字架の前に掲げられた、ありがとうのフランス語メルシーが書かれた、アメリカ合衆国の国旗。ノルマンディ米軍営霊墓地にて感謝とは、優しさ、贈り物、手助け、行為、その他の向上を受けた人物がそれらを施してくれた、贈り主に向けて示す、ありがたいという気持ちやその感情を表すポジティブな反応である。感謝の経験は、歴史的にいくつかの宗教世界の焦点となっている。 それはまた古代、中世、近代の哲学者にとって興味深い題材であり、現代哲学者も関心を寄せ続けている。心理学における感謝の体系的研究は2000年頃に始まったばかりで、これはおそらく心理学が伝統的にポジティブな感情の理解よりもネガティブな苦痛感情を理解することに焦点を合わせていたためとされている。心理学における感謝の研究は 感謝という感情の短期経験、人々が感謝を感じる頻度の個人差、この二側面の間にある関係、並びに治療面における感謝の効能を理解することなどが含まれる。感謝は恩義と同じものではない。どちらの感情も施しを受けた後に生じるものだが、施しに対する見返りを若干義務的にさせられると本人が認識した場合に恩義が生じる。その感情は、 様々な行動につながる。恩義では施しを受けた人物が自分を支援してくれた人を避けるような動機づけにもなりうるが、感謝では受け手側が自分の恩人を探して自分たちの関係をより素晴らしいものにしたいという動機になる。感謝はまた恩人への将来的な公社会的行動を強化する役目を果たす場合がある。例えば電話を使って感謝を伝えられた。 宝石店の顧客はその後の購入が70%増加し、対照的に電話を使って販売営業をかけられた顧客は購入30%増のみに止まり、全く電話連絡されなかった顧客は増加を示さなかったことが実験で判明している。別の研究では、ウェーターがお勘定書にありがとうと書いた時に、レストランの常連客が高額チップを渡す結果となった。 スピリチュアリティと感謝との関係は近年人気のある研究題材となっている。これら二つの特性は断じて相互依存しないが、スピリチュアリティは人間の感謝能力を高めることができると複数の研究が示しており、従って定期的に宗教儀式に参加したり、宗教活動に従事する人は人生のあらゆる場面で感謝する気持ちをより大きく抱いている。 可能性が高い。感謝は、キリスト教、仏教、イスラム教、ユダヤ教、バハーイー教、ヒンズー教の伝統を置いて尊ばれる人間の成功とみなされている。神に対する感謝の崇拝は、こうした宗教に共通のテーマであるため、感謝という概念は、宗教的な書物、教義、伝統に浸透している。この理由から、宗教が 信との勧誘及び維持を目指す上で最もありふれた感情の一つが感謝であり、感謝は普遍的な宗教的信条だとみなされている。ユダヤ教において、感謝とは礼拝の本質部分であり、礼拝者のあらゆる生活側面の一部である。ヘブライ人の世界観によると、万物は神から生じており、このため感謝はユダヤ教信者にとって非常に重要である。 ヘブライ語聖書は感謝という観念で満ち溢れている。詩編に含まれる二つの例に、我が神、主よ、私はとこしえに、あなたに感謝します。私は心を尽くして、主に感謝しますがある。ユダヤ教の祈祷は、多くの場合シェマーで始まる感謝を組み込んでおり、そこでは祈祷者が感謝の念から、あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、 あるを愛さなければならないと述べている。毎日3回の祈祷において、重要な祝福の一つ、阿弥陀では、我々ははあなたに感謝しますが唱えられる。これはまた、阿弥陀反復中に指導者と一緒に回収によって、唱えられる、唯一の祝福でもある。結末の祈祷、アレヌは、ユダヤ人の特別な宿命を神に感謝することで、感謝を述べる。これらの祈祷に加えて、 経験な祈祷者たちは、ベラコとと呼ばれる100以上の祝福をツイた地図と唱えている。ユダヤ教では、人間の優しく善良なる行為に対する感謝もまた重視されている。ニューオーリンズ、グアダルーペの聖母教会の洞窟にある感謝のメッセージは、願い事や奇跡が訪れた人たちによって追加されたもの。感謝は、キリスト教徒の全生涯を形成していくと言われている。 マルティン・ルターは感謝をキリスト教の基本的姿勢と呼び、現在でもキリストの説いた福音教義の核心として言及される。キリスト教徒には自分たちの創造主を来賛して感謝を述べることが強く推奨される。キリスト教の感謝では神があらゆる善行の虫無欲な贈り主とみなされており、このためキリスト教徒が共通の絆を共有して、 神とのあらゆる生活側面を形成できる深い感謝の気持ちがそこにある。キリスト教における感謝とは、そうした理想をめぐる自分の考えや行動を形成するようキリスト教徒を啓発する神の寛大さという認識である。単に感傷的な気持ちというよりも、キリスト教の感謝とは、感情、思考のみならず、行動、行為を形成する美徳とみなされている。ジョナサン・エドワーズは、 著書、宗教感情論の中で、真の宗教たる形跡には神への感謝及び、ありがたいという気持ちがあると記している。この解釈から、現代の宗教的スピリチュアリティの評価には神への、ありがたいという気持ちや神への感謝に関する評価が含まれている。オールポートは熟慮された、宗教思想は、深い感謝の気持ちから生じることを示唆し、エドワーズは感謝の、慈愛が人生において、 神の存在を見つける最も的確な方法の一つであると主張した。サミュエルズ・トレスターが行った研究では、カトリックの修道所都市祭の小さなサンプルながら、50種の感情のうち神に対して最も多く抱いた感情が愛と感謝であったと述べられている。聖教会、カトリック教会、ルーテル教会、聖公会では、 最も重要な儀式が生産と呼ばれており、この名称は感謝という意味のギリシャ語、エウカリスティアに由来している。イスラム教の聖典コーランには感謝の思想が溢れている。イスラム教はその信徒に、あらゆる状況で神に感謝して、感謝を表現することを奨励している。イスラムの教義は、感謝する人は、将来もっと報われるという思想を強調したものである。楽園に招かれる。 最初の人は、あらゆる状況で神を来賛した人であるという、伝統的なイスラムのことわざもある。コーランでは、感謝する人が神からより多くを授かるとも、スーラ14にて述べられている。イスラム教信仰の実践の多くも感謝を奨励する、ものである。日々の祈祷を犯している五行は、神の善行に感謝することを示す目的で神に、一日五回祈ることを信徒に奨励している。 ラマダーンの月に行うサウムコは、神道感謝の状態にするのが目的である。感謝を表明する、ありがとうという日本語は、ホック行の一節、人の生を送るは固く、死すべきものの、生命あるもありがたしという、人として生まれたありがたさと命の尊さを伝える言葉が語源とする説がある。他にも、人間として生まれることのありがたさを釈迦が、 儲け父母に例えて弟子に説く話が、涅槃行や、比喩行に見られる。いずれも、この世に生を受けたこと自体がありがたい喜びであり、そのことを感謝しましょうという教えである。このほか、ありがとうの気持ちを行動で表す実践として、金銭がなくとも実行できる、無罪の七世で周囲に喜びを与えなさいという教えが、雑法造行で説かれている。なお、神への感謝が、 大きな要素になる、西洋宗教に比べ、仏教では感謝の対象として必ずしも、神仏だけに重きを置いてはいない。釈迦の言葉に、自分を少しでも助けてくれる人があったら、一生その人の恩は忘れないこと、恩を忘れるのは人間らしくないという説法があり、人生において、仲間や周囲の人たちに対して、感謝の心を抱くことの重要性が説かれている。 感謝についての近年の心理学調査研究の多くは、感謝における個人差の性質や多少なりとも感謝する人の結末に焦点を当てたものとなっている。感謝の個人差を図るために3つのスケールが開発されており、それぞれが多少異なる概念を評価している。g q 6は人々が感謝を感じる頻度及び激しさの個人差を測定する。感謝スケールは、 感謝に関して、人々、獲得、現在の瞬間、儀式、異形の念、社会的比較、実存的懸念、感謝を表す行動、という、異なる八つの側面を測定する。グラッドは、他人への感謝、一般的な世界への感謝、あなたが持っていないものに対する、妬みの欠如を評価するスケールである。近年の研究では、これらスケールのそれぞれが実際にはどれも人生に、 アプローチする同じ手段の測定であることが示されており、これは感謝の個人差にはこれら要素のすべてが含まれることを示唆している。21世紀初頭の大掛かりな調査では、より感謝する人ほど高レベルの主観的幸福感を抱くことが示唆されている。感謝を表す人の方がより幸せで、落ち込むことやストレスが少なく、自分の生活や社会関係により満足しているのである。 特に抑うつに関しては、感謝がポジティブな経験の記憶と回想力を高めることにより、気分の落ち込みを和らげる、干渉剤の役割を果たしている。感謝する人はまた自身の環境制御、自己啓発、人生の目的、自己需要を高いレベルで保っている。感謝する人は、人生で経験する困難に対処するより、積極的な方法を持っており、他人からの支援を求めたり、 経験を糧に再解釈して成長したり、問題にどう対処するかを計画することに多くの時間を費やす傾向が高いとされている。また感謝する人にはネガティブな対処戦略が少なく、問題を避けようとしたり問題があることを否定したり、自分自身を責めたり薬物を使って現実逃避するといった傾向は低い。感謝する人は睡眠も良好で、これは彼らが就寝直前に、 ネガティブ思考ではなくより前向きな思考をするためだと考えられている。数多くの研究が感謝する人は幸福レベルがより高くストレスや抑うつのレベルが低いことを示唆している。加えて人の感謝はパートナーとの関係満足度を維持することもできる。多くの感情と人格特性は幸福や精神衛生にとって重要であるが、 とりわけ感謝が唯一無二なほど重要かもしれないとの証拠がある。第一に、より感謝する人ほど人生の転機にうまく対処していたことが長期にわたる研究で示された。具体的には、転機を前に感謝していた人たちほどその3ヶ月。第二に、感謝には幸福と唯一無二な関係があり、他の人格特性では説明し得ない幸福の側面を説明できることを 近年の二つの研究が示唆している。どちらの研究でもビッグファイブや最も一般的に研究される30種の人格特性よりも感謝の心が幸福を説明でき得ることが示された。感謝は身体的健康をも増進させることが示されている。例えばある研究では1ヶ月以上にわたってティーンエイジャーが他の人に 感謝の手紙を書いた場合、彼らはより健康的な食材を食べる傾向が強まった。ほぼ間違いなく、人々は感謝を感じると相手の施しに報いようとする義務を感じる。そのため、自分の健康を気ままに損ねてしまうよりも、健康的な生活を送らなければダメだという気持ちに、駆られていく可能性があるという。あるいは、感謝には、 ポジティブな感情を引き出す傾向があり、これらポジティブな感情には将来の好ましい可能性へと注意を向けさせる傾向がある。すると、各個人は健康的な食事などこうした未来に役立つ行動に従事する傾向が強くなるという。感謝はまた人の利他的傾向をより高めることが示されている。2010年のデステーノとバートレットによる研究では感謝が 経済的な寛大さと結びついていることが分かった。この研究では経済的ゲームを使って感謝の増大が金銭的供与の増加に直接介在していることが示された。これらの結果から同研究では感謝する人たちが公共利益のために個人の利益を投げ出してくれる可能性が高いことが示された。2002年のマッカローラによる研究では短期や中期間であれば 個人的に有益な、見知らぬ人とでも、社会的相互関係の構築に向けた感謝、共感、寛内さ、手助けする行為と同類の相関関係が見られた。感謝が、人々の幸福の強い決定因子になっていると思われることから、感謝を増大させる心理的介入がいくつか、開発された。例えば、ワトキンスらは、自分が感謝している、存命人物について考える。 感謝している人について書く、感謝している人に届ける手紙を書くなど、様々な感謝の行動を参加者に試した。対象条件の参加者は、人生の余暇を説明するよう求められた。感謝の行動に携わった参加者では、その行動直後にポジティブな感情の経験が増加することが示された。この効果は感謝している人について、考えるよう依頼された参加者で最も強くなった。 当初より感謝する性格だった参加者ではこれらの感謝行動から最も大きな効能が示された。感謝に関する2005年の研究では参加者たちが自身の生活の必然般を改善することを意図した6つの治療的介入条件の一つに無作為に割り振られた。これらの条件から最大の短期的効果は参加者が人生において誰かに感謝の手紙を書いて届ける。 感謝の訪問から生じたことが分かった。この条件では幸福スコアが10%上昇して、欲打つスコアが大幅に低下し、その結果が最大で訪問後1ヶ月まで継続した。6条件のうち最も長く継続する効果は、参加者が毎日感謝している3つのことを書き留めるよう、求められた感謝日記を書く行為に関連していた。これら参加者の幸福スコアもまた増加し、 実験後も定期的に調査されるたびに増加し続けた。実際のところ最大の効能は通常で治療開始56ヶ月あたりで見られた。この行為は非常に成功したため参加者には日記をあと1週間だけ継続するように求められたが多くの参加者は研究終了後もその日記を付け続けていた。同様の結果はエモンズらによる2003年の研究等でも見られた。 2013年より、カリフォルニア大学バークレー校の研究機関は、感謝についての科学及び実践を増進させる、可能性の最も高い論文レベルの研究事業に賞を与えている。キケロによれば、感謝とは最高の美徳のみならず、他あらゆるものの親であるという、特定個人だけでなく関与した全員について、感謝と幸福感増加との間に相関関係が見られることが、 複数の研究で示されている。ポジティブ心理学の活動はこれら研究を活用しており、全体的な幸福感を高める取り組みにおいて、感謝を高める行動をその活動に盛り込んでいく取り組みを始めている。かつて感謝は心理学から見向きもされなかったが、近年では感謝及びそのポジティブな効果の研究に多大な進歩が見られる。ありがとうございます。